ネットワークステート。皆さんはネットワークステートという言葉を聞いたことがありますか？詳しくはもう少し後で紹介しますけど、このネットワークステートによって新たな国家が誕生するかもしれないとも言われているんです。新たな国家といっても名前の通りネットワーク上に存在するものになるので、イメージ的には今もあるオンラインサロンのようなものが多く作られ続けていくっていう感じです。似たような価値観を持つ人が集まるコミュニティが作られて、それがウェブ上で新しい領土として開拓されていく。それによってこれまではなかったような国家が次々と誕生していくというんです。ということで今回はそんなネットワークステートについて詳しく解説していきたいなと思います。動画の後半の方ではこれまでの歴史と実際に比較して今後誕生する新たな国家の可能性についての検証もしていきます。ブロックチェーンや Web3 が今後の僕たちのライフスタイルにどのような影響が出るのかとかも紹介していくので、ぜひ最後まで見ていってください。どうも皆さん、チャオモカです。今回はネットワークステートについて見ていきます。最近このネットワークステートという言葉が話題になっているんですけど、どのようなものか知っていますかね？今後の世界のいろいろな可能性が考えられるようなものでもあって、例えば新たな国家の誕生や個人個人がそれぞれ自分の国を持っていく。同じ価値観を持つ人たちが集まるコミュニティができて、それが一つの国家になっていくとも言われているんです。ネットワークステート自体は、コンピューターネットワーク内の特定の状態や条件を指す用語で、ネットワーク内のデバイスやシステムが相互に情報をやり取りする時の状況や、それによって生じるそれぞれのデバイスの状態を表しています。一般的にはネットワーク内の機器やリソースの利用可能性、トラフィックのパターン、セキュリティ上の脆弱性など様々な側面を包括しているため、正確なネットワークステートの把握は、ネットワークのパフォーマンスの最適化やセキュリティの向上にもつながります。またセキュリティ上の観点からもネットワークステートの分析によって潜在的な脆弱性や不正アクセスの指向を検知し必要な対策を行うことも可能なんです。このネットワークステートの管理と監視には様々なツールやテクノロジーが活用されています。そこにはネットワークモニタリングソフトウェアやセキュリティ情報およびイベント管理ツール、ネットワークインフラストラクチャーの可視化ツールなども含まれます。これらのツールを使うことで管理者はネットワークステートを常に把握し、必要に応じて適切な対策を取ることができるんです。そして冒頭にも触れましたけど、このネットワークステートによって新しい国家が誕生するとも言われているんです。ただ管理者がネットワークステートを常に把握して適切な対策を取るという面では、新しく作られた国家は完全管理国家とも言えるかもしれないですね。そもそもこのネットワークステートの概念はウェブ上で価値観を共有するコミュニティを作るというところにあります。このようなコミュニティは分散型自立組織 DAO を通じて独自の文化を形成しサービスを提供します。ネットワークステートではサービスを開発できてしまうんです。情報化社会が進歩する現代においてこのようにしてより国家間や異文化同士のつながりが密接になることの重要性は増加していると言えます。また AR や VR といった科学技術を使うことで仮想世界と現実世界を組み合わせ、人々は物理的な移動をすることなくコミュニティを作ることも可能なんです。では具体的にどのようにしてこのようなコミュニティが誕生していくのか。まずはネットワークステートによって誕生する新たな国家において一番重要になってくる国家について、その歴史的背景を見ていきましょう。そもそもなぜこの国家というものが存在するのか、深く考えたことはありますかね？僕はなかったです。まあ、知らなくても苦労はしません。そもそも国家が誕生したのは個人の生存と安全を確保するためでした。国家が存在する理由は様々で、社会の秩序を確立し維持することもまさにその一つです。国家は人々が安全かつ自由に暮らし、互いに利益をシェアできるような枠組みを提供しています。そして社会秩序の確立には法と秩序の維持、国内の安全保障、そして公共サービスの提供が必要不可欠なんです。これらがないと私たちの生活を脅かされることにもなりかねないからです。きちんとした法律が決められていなかったら治安はどんどん悪くなっていきますよね。大げさに言ってしまえば、いつどこで誰に
殺されるかすらもわからないような世界になってしまうかもしれません。また国家は文化やアイデンティティの形成と維持にも重要な役割を果たしています。国家は共通の言語、歴史、価値観を共有する人々の共同体であり、国家を通じて国民は一体感を持っています。ではネットワークステートの方に話を戻すと、コミュニティがネットワークステートになるには最終的に現存国家との外交的な交渉を通じて承認を得る必要があります。このアイデアはかなり斬新で、国家として認められるための実用的な条件である国民、領土、統治能力、この3要素において重要な役割を果たすんです。国際法上の国家は他国と外交関係を持つことも含まれます。つまり現存する土地を所有することは国家として承認するための重要な条件なんです。現在国際連合が承認している193の主権国家のうち、約 20% が人口100万人未満で、約 55% が1000万人未満です。しかし Facebook には30億人のユーザーがいて、 X には3億人のユーザーがいます。さらに100万人以上のフォロワーを持つ個人インフルエンサーがいることから考えると、コミュニティも現存の国家と同等の規模で形成される可能性は十分あり得ると言えるんです。同じ思想を持った人々が一箇所に集まって集団生活をすることは宗教団体的な側面も持ちます。また暗号技術を活用することで人口や領土の大きさ、コミュニティ内経済の存在などを証明することも可能です。これによりコミュニティが独立した存在として認められることになるんです。ここまで話を聞いてこんな風に思った人もいるんじゃないですか。ネットワークステートは本当に必要なのか。これに対してバラジ・スリニバサン博士が異議を唱えています。バラジ・スリニバサン博士は投資家であり起業家で、スタンフォード大学で電気工学の学士号、修士号、博士号と化学工学の修士号を取得しています。しかし彼の最も重要な側面はブロックチェーン分野のリーダー。彼はネットワーク国家が世界の社会経済的及び政治的発展にどのように影響し、テクノロジー、特にブロックチェーンの進化が市民や社会経済秩序の変化にどう対応するかについて洞察を提供しているんです。また彼はネットワークステートに関する書籍も出版し、現在の社会的秩序における問題とネットワーク国家がそれをどのように改善できるかについて自身の見解と不満を説明し、詳細に述べています。バラジ・スルニバン博士は、現在の国の状況は完璧ではない、アメリカが混乱していることを見ればわかるだろう、そして中国は実際にはさらにひどい状況だ、新たな出発をすることは既存の壊れた状態を修正するよりも簡単だと語っています。このブロックチェーンの革新により、政治的、技術的、そして社会的な革新が起こる可能性もあるんです。そこには新しい形態の政府や経済的協力なども含まれています。特にビットコインネットワークは議論の余地のない真実の記録として利用可能です。ビットコインは最も分散化された暗号通貨で、倫理な技術として高く評価されています。倫理とは存在が長いほど残る可能性が高くなるという概念で、情報をブロックチェーンにバックアップできるため、中央集権的な情報代償に対抗することができます。そして社会はますます分権化し、リモートワークや都市からの人々の移動、一方で権力と真実の維持は国内及び国際的に中央集権化されています。人々は信頼できる組織やシステムが必要なんです。かつてその役割を果たしていたのが宗教でした。しかし後にその代わりを担ったのが国家なんです。そして今後その役割を果たすことになるのが、そう、ネットワーク、つまりネットワークステートなんです。アメリカでは分裂が起きていて、中国は覇権を争っていますよね。人々は両者の解決策に満足しておらず、新しいアプローチを求めています。結論として、社会の二極が進む中で、このような新技術の出現によって想定された方法での適用はもはや避けられないんです。そしてネットワークステートには様々な可能性があります。それが次の3つ。自分の経済圏を作れる、所属するコミュニティを選べる、
複数のコミュニティに所属できる。一つ目の自分の経済圏を作れるから見ていくと、コミュニティの創設者はトークンを利用した経済システムの設計を行います。理想的な経済圏を作り、人々や資金を獲得しやすくなります。これは以前の Web2 のオンラインコミュニティとは異なる点でもあります。参加者は同じ志を持つ人々と共に共同創造や還元を行うことによって目的を持った生活を送ることができ、自己実現につながります。そしてトークンの価値が上昇すると、参加者自身もその恩恵を受けるため、よりインセンティブが働きます。コミュニティ自体は既存の国家に取って代わるようなものではないですけど、新たな選択肢として登場することで、誰もが自分らしく生きていける社会を実現する方法だとも言えますよね。二つ目の所属するコミュニティを選べるというのも大きなメリットです。コミュニティは無許可で国籍や人種に関係なく、誰でも自分の好みに合ったコミュニティに参加できます。コミュニティの情報は一般に公開されているため、共感できるビジョンや望ましい社会福祉を提供しているコミュニティを自ら選択することができ、移籍も簡単です。これによりより自由な競争が促され、それぞれのコミュニティが環境を改善するインセンティブが誕生します。そして3つ目の複数のコミュニティに所属できる。これは現実世界で例えると実際には難しいですが、日本国籍を持ちながらアメリカ国籍を習得できるようなものです。またブロックチェーン技術を活用した分散型 ID により、国家やサービスではなく個人に ID を紐付けられます。複数のコミュニティや国家における活動や資産などの個人データを統合し、信用を維持することが可能になります。ここまでネットワークステートについて解説してきましたけど、もちろんまだこのネットワークステートというのは現実には存在していません。政党には有権者の生活を改善するという理念と願望があります。彼らには創設者または少なくとも知名度の高いリーダーがいる場合もあり、加えて彼らには共同で行動することができるグループもあります。政党はクラウドファンディングや仮想通貨の経済には関与していません。最も重要なのは、彼らが新しい構造を作り出そうとしているのではなく、既存の構造を変えようとしているということです。そしてコミュニティやフォロワーも共通の目的を持っています。しかし彼らにはリーダーシップや物理的な交流の機会がありません。また集団行動が可能なグループを組織することもほとんどないんです。ソーシャルネットワーク SNS はユーザーが別々のグループに所属しているため、厳密にはネットワーク状態ではないんです。ネットワーク状態は一つのネットワーク、つまり共通の歴史やビジョンを共有するコミュニティなど、一つの共通ノードを中心とするネットワークから発展します。ブロックチェーンプロトコルはネットワーク状態の前提条件ではありますが、同等ではありません。彼らは共同で行動をとりますが、ビットコインコミュニティのように最良のお金の形式を生み出すことに焦点を当てているため、その焦点はあまりにも狭くなりがちです。都市国家は現実世界の政治にすでに存在しています。しかしネットワーク状態とは異なり、分散化はされていませんし、分散化しようともしていません。ですがバラジスルニバン博士は都市国家をネットワーク効果の進化とみなしているんです。じゃあネットワークステートが実現したら、実際に僕たちにはどのような恩恵や影響があるのか。ネットワークステートは僕たち日本人にこそ大きな恩恵をもたらしてくれるかもしれません。日本は豊かで恵まれた国ですが、バブル崩壊後から続く日本の閉塞感は依然として社会問題です。アメリカのギャラップ社の調査によれば、日本で熱意を持って働いている社員は全体の 6% という結果も出ており、これは深刻な状態を示しています。これは日本人が会社というコミュニティに対する愛着が低いとも考えられます。その他にも、自分で望んだ人間関係と関われず仕方なく関わっているだけという問題点もあるかもしれません。イメージしやすいもので言うと学校みたいなもんですね。学校で出会った友達って別に自分から進んで出会った友達ではなくて、言ってしまえばたまたま
一緒になっただけですよね。もちろんそこから仲良くなって一生の友達や親友になる人もいるのはいます。ですが特に受験とかをしていなければ小中学校は同じ地域で同じ都市に生まれてかつ家から一番近い学校に集まった関係です。つまり自分で望んで作った関係とは少し違うものなんです。しかしもし誰もが自分が希望するコミュニティに参加できるのであれば人々はより熱心で活気に満ち溢れた生活を送ることができるようになります。もちろん人間関係も望んだ関係を作れます。もっと言えば自分と同じ志を持つ人、同じ趣味の人などが集まったコミュニティであれば生き生きと活躍した自分を想像することもできます。その意味でも Web3 は特定の問題を解決するだけでなく人々の幸福を追求する手段でもあるんです。カルト的な価値共有と公平な価値分配を通じて人々がより幸せな社会を作る手段としても捉えられます。会社のような組織には一人ぐらいは大嫌いな上司とか苦手な先輩っていますよね。まあ僕も実際に大嫌いな上司がいました。他にも同調圧力を求めてくるような言ってしまえば厄介者みたいな人たち、ネットワークステートではこのような人たちもいなくなるんです。組織の秩序を乱すものを排除できよりスムーズにコミュニティを運営することも可能なんです。組織に属することが嫌いだった人もネットワークステートを活用することで快適な居場所を作ることができます。その結果日本人が悩む組織の閉鎖的な空間もネットワークステートを通して解消されるかもしれません。快適なコミュニティ形成ができれば日本人の幸福度アップにも貢献できるんです。人間は誰もが革新的でクリエイティブさを潜在的に持っていると思います。でも現在の社会システムではそのポテンシャルを十分に発揮することが難しいのも事実ですよね。その意味でもこのネットワークステートは人類に新たな可能性を与える存在になるかもしれません。ぜひ皆さんの感想をコメント欄のほど教えていただければなと思います。ということで今回の方々はぜひ高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。その他次の動画でお会いしましょう。